大会前、ひよこも監督が最大のライバルと評した中国。スピード、個人技に優れる初戦の相手に、日本は稲本、遠藤のドイツボランチ、センターバックに市川を起用し勝負に挑む。開始3分、左サイド石川からのパスにペナルティーエリアギリギリでバンドが倒されフリーキック。これを小野が直接狙うが惜しくもバーを叩いてしまう。その8分後、日本が恐れていた中盤にできたスペースから中国の攻撃が始まる。前線へのロングパスが手島の手前でバウンド。一瞬の判断ミスがスルーパスとなり、それを狙っていた陳がダイレクトで蹴り込む。日本は先制点を許してしまう。その後も中国はロングボールによるカウンターを仕掛けてくる。36分、カジに代え金子を投入。センターバックに金子が入り、市川を右サイドへ。通常のディフェンスラインに戻す。その市川から前線へ。ゴール方向に流れたボールにバンドが競り合うが、ディフェンスがクリア。バンドの手が出てイエローとなる。後半、守備ラインに安定を取り戻した日本が反撃に出る。一瞬で前を向いた小野が本山の前のスペースへ。これを本山が冷静にワントラップでシュートし、1対1、同点とする。そしてまたしても本山。小野のパスを縦へ行くと見せかけ中へ。ディフェンダーの間を抜け最高のコースへ決める。ゲームメーカーと2列目のストライカーの創造的なプレーで2得点、逆転に成功する。完全にペースを取り戻したかに見えた日本。しかしこのプレーで稲本が2枚目の警告を受け退場処分。攻守にわたって小野への負担が大きくなる。そして後半27分、ペナルティーエリア内で小野痛恨のファール、 PK を与えてしまう。これを倒された中国10番李源に決められ2対2の同点。その後も10人で攻め続ける日本。途中交代の平松のセンタリングから市川の強烈なボレーシュートもネットを揺すらない。再三ゴールに迫るものの勝ち越し点は奪えず、結局2対2のドロー。しかしひよこも監督は価値ある引き分けと評し、第2戦を見据えた。途中で稲本が退場になって、まあ、そういう焦りか、やっぱり自分もカッカしてるっていうか、まあ、そういうので相手を倒してしまって PK 取られてしまった。まあ本当に冷静に判断すればよかったなと思いましたけど、やっぱ勝てればよかったんでしょうけど、やっぱ負けなかっただけまだ後があるんで、後の試合を勝とうっていうような感じだと思います。負ければ後がなくなると思うんで、勝って次に結べる、つなげる試合にしたいと思います。第2戦、相手は初戦でカタールに敗れているイラク。日本は出場停止の稲本に代わりボランチ酒井を送り込む。序盤、
暑さと日差しのせいか攻撃の糸口をつかめない状態が続くが、20分過ぎからようやく本来の動きを取り戻していく。中央の遠藤からのボールをバンドがダイレクトで中へ落とし、小野がシュート。トップに当てて2列目が飛び出すという早い展開でゴール前のスペースを使う。そして27分、左サイドからフリーキックのチャンス。ニアに合わせた小野のボールに高原がキーパーの前に飛び込みゴール。得意のパターンでエース高原が決め、日本が先制する。1点目から8分後、右サイドでフリーになった本山からの絶妙のクロスをバンドがボレーで合わせて2対0。ピンポイントのラストパスにトップが合わせる形で2得点をもぎ取る。しかし42分、自陣ゴール前で手嶋がファール。2戦続けて PK を取られてしまう。イラクが確実に1点を返して2対1。続く後半開始早々、エリア外で手を出してしまったキーパーアリカディムが退場処分。ボランチの選手をベンチに下げ、サブキーパーを送り出す。そして12分、1人少なくなったはずのイラクが息を吹き返す。一発のスルーパスから同点ゴール。中国戦でも課題として残ったカウンター攻撃をあっさりと決められてしまう。しかしイラクの反撃もここまでだった。22分、中盤でボールを受けた本山がスピードを生かしたまま相手2人をかわしてドリブル。キーパーの上を軽く浮かせて大会3ゴール目を決める。4分後、その本山からのスルーパスをバンドが中を見て逆サイドの小野へ。待ち構えていた小野が抑えて狙いすましたボレーで4点目を奪う。そして残り15分で登場してきたスーパーサブ古賀がその左足を見せる。迷わず振り切った左足の強烈なシュートがネットに突き刺さり5対2。そして最後は小野からのロビングにオーバーラップしてきた遠藤がセンタリング。ボールは相手ディフェンスに当たりオウンゴールとなる。6対2、2戦目にして攻撃的なチームが爆発。取るべき選手が得点を取った試合であった。まあ、後半の途中から、まあ、相手の体力も消耗してきて、でうちの攻撃陣が本当に伸び伸びやってたような気がしますけど、その明るくなったと思いますけど、やっぱり2失点っていう、そういうのが本当に2試合続けてきたから、もうちょっと反省するべきだなと思いましたけど。初戦から6日目、徐々に疲労の見え始めてきた選手たちに気温32度の酷暑がのしかかる。日本は出場停止の解けた稲本が復帰。このカタール戦に勝利し予選突破を引き寄せたい。開始4分、本山がファールを受けフリーキックのチャンス。トップ2人が作ったスペースへ金子が飛び込むがキーパーにキャッチされる。その後得意のダイレクトパスで崩してはいくものの決定機には至らない。34分、本山からのパスに小野がシュートを放つがキーパーの好判断に阻まれる。
そして44分、稲本のスルーパスを本山がマイナスへ折り返し高原。決定的チャンスもカタールの厚い守りにゴールを割ることができない。0対0で迎えた後半早々、カタール14番ムジフ・ハーミドのミドルシュートがポストを直撃。数的優位は保つものの個人のスピードに翻弄される。後半10分、小野のコーナーキックに高原が飛び込むが大きくバーを越える。そしてその直後、集中力の欠けたカタールに信じられないミスが起きる。このパスミスに再三チャンスに絡んでいた高原が素早く反応、豪快に先制点を奪う。2分後、追加点のチャンス。左サイド石川のクロスからマークを引き離した高原がシュート。もう一度石川が上げるが、バンドのシュートは大きくバーを越えてしまう。素早いワンツーでエリア内に侵入してくるカタール。スピードに乗ったままのシュートはなんとか酒井が食い止める。そして27分、バンドに対するモハメド・ゼアラのこのプレーで絶好の位置からのフリーキックを得る。小野からニアのバンドへ。小柄なバンドが落下点を読む素早い動きでヘッド。2対0とする。42分、市川が小野とのワンツーで抜け出しセンタリング。ディフェンダーが弾いたボールを本山がワントラップして冷静にシュート。本山、大会4ゴール目を決める。完封勝利まであとわずか。最後まで集中を持続させるかのように稲本が鋭いプレスでボールを奪いに行く。もらった小野がキーパーをかわしてもう一度戻し、稲本がダイレクトでゴール。ダメ押しの4点目を奪い、このまま試合終了。課題としていた無失点での勝利をものにし、攻撃だけでなく守備面でも確かな手応えを得た。スラインから声出してやるって言ってコンパクトでやるっていうのが中国戦からの課題やったから、それはできた試合だと思います。この時は本当に攻撃陣もディフェンス陣も本当にいいモチベーションといいパフォーマンス見せたんで、うん、そういう意味でゼロっていうのは本当に この試合は良かったなと思いました、うん、ここでやっぱしっかり勝っとくというのも、まあ、これから先もすごい大事だと思うし、うん、やっぱ自分たちもすごい勝ちたいって気持ち強いんで、うん、勝ちたいですね。とにかくこの日 B グループ3位の中国がイラクに敗れたことで、日本と韓国のワールドユース出場が決まった。第一目標としていた世界への切符を手に入れた日本は、もう一つの目標を優勝へ向けて予選リーグ最終戦に挑む。しかし日韓戦にかける韓国の戦う姿勢は開始早々から形として現れた。4分、キーパーのロングボールから左サイドを突破されセンタリング。ニアで合わせたキム・ウンジョンのシュートはポストに当たるが、こぼれたボールを押し込まれる。開始4分にして先制点を奪われてしまう。高原が厳しいチェックをかわし中へパスを送るが、酒井のシュートは大きく枠を外れる。そして21分、再三ロングボールをトップに合わせてくる攻撃と20番イードングのフィジカルの強さに追加点を奪われる。0対2、前半早くしての2失点に日本の攻撃陣が目を覚ます。
それに応えるかのようにキーパー榎本もファインセーブを連発する。40分、本山の相手を左右に振り切ってのシュートはキーパーの正面。小野のスルーパスに高原が飛び出すがシュートはできない。そして44分、稲本からの絶好のロングパスを受けた市川がファーサイドへセンタリング。バンドが中へ折り返し、小野が冷静にシュートする。組織で奪い取った見事なゴールで日本が1点を返す。後半、前半終盤の勢いを持ち込もうとする日本に対し、8分、韓国パク・チャンスン監督が動く。左サイド6番のイ・ジョンスに代えて16番ソン・ジョングを投入。日本の2トップのみならず小野と本山にもマンマークをつける守備的な布陣で1点を守りきる作戦に出る。マークで苦しむ攻撃陣に代わり市川が1人で突破しシュートを放つがバーを越える。本山の正確なセンタリングもキーパーが飛び出しカットされる。27分、清久保監督も勝負に出る。小笠原と梶を投入し本山をトップへ、市川を左へ移し相手マークの撹乱を狙う。33分、酒井から梶、そして小野へとつなぎファーの本山へ。しかし本山のボレーはキーパーが体で止める。高原のシュートはゴール右にそれる。そして41分には小笠原がワンツーで抜け出しシュートを放つがこれも枠の外。フリーキックのこぼれ球、稲本の気迫のミドルは大きくバーを越える。守備的な韓国に対し攻めながらもあと1点が奪えず、このまま試合終了。予選リーグ B グループ2位となり、決勝トーナメント1回戦は A グループ1位サウジアラビアと対戦する。サウジの情報ということでは、清友さんどういうものが入ってたんですか？そうですね、ツートップに非常にキープ力が高い選手だということも分かってましたし、はい、特にオランダのコーチがやってましたんでね、そういうヨーロッパのサッカーを志向してくるということで、はい、警戒はしてましたね。守備はしっかりしてましたからこのチーム。あ、そうですか、はい。まあ、中東勢の中でもワールドカップ常連国と言っているわけですからね。もちろん身体能力の高さもありますけど、しっかりしたコンセプトを持って戦ってきたチームですね、サウジは、はい。日本は市川、金子、手島、石川のバックですね。そうですね。中盤が稲本、酒井、本山、そして小野、トップが高原、バントということですね。特にその中盤のそこの2人ですね、はい、稲本と酒井に対しては2トップに対して入ってくるボールに対して挟み撃ちにして仕事をさせないというような指示も出しましたし、はい。まあ、この韓国戦の後中2日あって3日目の対戦ということになって、疲労度はどうでしたか？やはり1日休んだことですね、そういう疲労度というのは落ちたと思いますけど、はい、取れたと思いますけど、はい、しかしそのディフェンスラインがどうやって修正してくるかということに対してですね、はい、ちょっと不安もありましたね。この先制ゴールというのはちょっとラッキーですね。ええ、でもこれ
本山のボールなしの動きで大きなチャンスを作りましたよね、はい、非常に彼はこの大会ではいいポジショニングですね。そうですね、すぐにボールが出てくるゴールと同一視野に入れてプレーしてましたね、はい、そういうアイデアが素晴らしかったですけどね、はい、この先制の1点というものは随分楽になったんじゃないですか。これはそのサウジから1点をもぎ取るというのは非常に苦しいことになると思いましたから、はい、ラッキーというですね、これでいけるんじゃないかという選手の中にもあったと思いますね、はい、これもバンドが惜しい場面ですね。そうですね、画面にあまり出てきませんけどディフェンスラインも本当にしっかりしてましたね。ああそうですか、ここまで、はい、ああこの画面だけですとあの中盤が随分あの省略されているなという印象を受けるんですが、いやダイレクトプレーといったら早めにですね、はい、相手のゴールに近い選手を使っていこうという意図が非常に出たゲームだったと思います、はいはい、グループリーグのゲームを見ていると今の PK かなという感じがしないでもないですけどね、はい、非常にゴールに向かっていく姿勢が良かった、よく出たゲームだったと思いますね、はいはい、小野の何気ないスルーパス、そうですね、よくやはり見えてますね、はい、うん、レッカーラウンドといいましょうか、周りの状況を非常に把握してるのが早いですね、はい、今のこういうところの課題ですね。あ、なるほどね、ちょっと、うん、まあ、1人競って、まあ、今手島が負けそうになってますね、はい、まあ、今手を使ってますけど、はい、あのカバーはしっかりできてないっていうのは、うん、大会を通してそういうことが課題だと、はい、相手に正対するよりも自分のゴールにこう向かってる感じですよ ね、 そ う、 ですね、そういう体を向けられた時はもう負けですから。あ、なるほどね、うん、まあ、本当にこの立ち上がりからずっとこの時間帯はですね、はい、いい形でこの攻撃もできたし、この攻撃できたのも、はい、あのショットしたですね、はい、あのボールの処理を誤ったり、これがそうですね、はい、注意すべきはこれなんですよね。これでここまで完璧だったんですね、ディフェンスラインとのボールキーパーの関係は、はい、本当にやってはいけない点をやってしまったんですね。この大会の失点ではこう縦パス1本で懸命に追っていって入れ違ってしまって決められるというのが多いですね、僕も石川が行くのか、はい、榎本がいるのがはっきりしない場面ですね、うん、はい、これはキーパーと最終ラインとのコミュニケーション、コミュニケーション、うん、本大会までには絶対に修正したい点ですね。そうですね、まあ、この1点がですね非常にパフォーマンスを落としたんですね。あ、この場面もそうですけど3人いってやられてるんですね、はい、これまたダボですよ ね、 ダボですね、で落として詰めていて、うん、まあ、彼非常に身体能力高い選手ですけど、はい、止められない選手ではないですね、はい、じゃあこの人出てきそうですね、これからね。彼は、まあ、今後彼ら日本の選手のライバルになってきますね。あ、そうですね、人がいてですね、はい、やられると4人いました、その前でも3人に、うん、3人いてやられてるわけですから、これ PK が怖くて滑らないっていうことはないんですか。いや、それはないと思いますね、やはりいいポジションから対応してないと今みたいな形になりますね。ファーストディフェンダーがいかに相手をコントロールするかというのが大きなチームの課題でしょうね、はい、リードされて稲本のシュート。そうですね、この稲本は今大会続いて非常にチームを活気づけさせたということが言えると思いますね。精神的にもなかなかあのしっかりしているプレイヤーですよね。そうですね、本当戦える選手ということを言うと、はい、彼が第一番に来ますね。あ、そうですか、はい、これはしかしあの前半の2失点っていうのは監督からすると、まあ、ハーフタイムで、うん、まあ、怒ったというか随分激しく言ったんですけどね、はい、やはり戦う姿を見せないと、まあ、いくらワールドユースの権利を取ったからといってもですね、それは権利を取っただけで何も起こらないということを言いましたけど、うん、はい、はもうディフェンスラインの修正とか、はい、たくさんありますけどね、はい、その前に
あることはやっぱり戦うこと、はい、まあ、コミュニケーション、はい、いい状況のやつがいいアドバイスをしてやるというようなところが非常に必要だと思いましたね、はい、このゲーム。これは惜しい、高原らしい。そうですね、ほんのちょっと狙いすましたヘディングシュートですね。薄く当たってしまったんですけど、はい、高原 の、 その本来の使命というのはポストもポストプレーもこのアンダーナインティーンではこなすということですか。そうです。それとあと今みたいに入ってくるタイミングですね、はい、クロスに対して入ってくるタイミング、はい、高原も、はい、これはいいシュートだったですね。そうですね、ここまで高原苦しんだのはですね、表に出ていませんけど、はい、かかとを痛めてずっと注射をして戦ってたんですね。あ、そうですか、しかしこの試合に関しては非常にそういう後半からですね、その修正できて、はい、ゴールに向かう姿勢が出てきましたね。何気ない感じで小野が高原に振ってますが、あの辺のタイミングも心にくいですね。目と目でもアイコンタクトですね、はい、最後はバンドが念を押してますからね。そうですね、いいゴールでした、それと市川のパフォーマンスが非常に冴えましたね。そうですね、まあ、彼はその代表にも入って非常に自信になったと思いますけど、はい、実は不安だったのはここまで大きな怪我をしてたんですね。あ、そうでしたね、足首に、はい、もう試合を追うごとに、はい、やはり彼の良さというか、はい、この右サイドをこう突破して正確なクロスですね。本当に4月でしたかね、日韓戦でデビューして、それ以来この右サイドからのセンタリングに磨きがかかりましたよね。そうですね、それも判断が早くなりましたね、はい、よく抜き切る前に精度の高いボールを入れると、はい、いうことを言いますよね。彼はそれができますね。そうですね、はい、そうしたタイミングが非常に鋭くなってきました。ルックアップからピンポイントで落としましたね。まあ、バウンドいいコントロール、難しいバウンドになってしまいましたからね、はい、体ごと押し込んでいこうというあれがあったら入ったかもしれません。あ、そうですね、ちょっと浮かした分ですね、はい、これは難しいですね。難しいですね、難しいですね、目の前でする、はい、抜けてきたボールですから、はい、バウンドが高くなりすぎて、はい、でグラウンドはどうなんでしょうか。本大会これ見てました、ゴール前は非常に悪いですね。あ、悪い、ゴール前は、はい、あ、ちょっとこうイレギュラーもする。そうです、うん、もうこの大会もこう準決勝まで行くと ガタガタになってましたね。あ、そうですか。なお必要に、まあ、ゴールを襲う気持ちが現れています。このゲームは高原がこういうゴールシュートする場面、はい、ゴールマウスに向かってくる場面がすごいありましたね、はい、ストライカーとしての、まあ、気持ちがね、非常に強かったですね、後半はこういう執着心みたいのをものすごく出してくれたゲームだったですね、はいはい、今までチームになかったものがですね。ああ、動き回っていたプレイヤーがセンターフォワードが変わります。ダボが本当にダボがねホールアウトまでやりましたね、はい、ここでバンドを引っ込めて後半にワントップにして、はい、ああ、なるほど、後半の左足にまあ、かかるんですね。あ、なるほど、高原振って惜しいですね。今のもきっちり合ってますよね。合ってましたね、古賀の良さは左だったらどんなタイミングでも入れてくるというところですね、はい、まあ、日本チームの、まあ、本大会に登場すれば市川それに古賀という左右からの正確なセンタリングというのは非常に強い武器になりますね。そうですね、相手にとっては非常に困難
なところになると思います、ね、はい、すごいチェックですね。このサウジのアンダーナインティーンはどうですか。柔軟性があってですね、ここまで日本とやるまで素晴らしいそのディフェンス力を誇ってたんですけど、はい、ちょっと日本との試合、まあ、後半は日本の攻撃が多彩な分ついてこれなくなってしまったんですね。彼らはあのタイのようなその暑さって比較的慣れてると思うんですよね、慣れてると思いますし、その戦い方をよく知っていましたよね、はい、ですからもちろんグループリーグ1位でこう乗り切ってきたわけですけど、はい、気温は32度ぐらい。そうですね。湿度はやはり高いんですか。湿度は、ね、そんな高くはないと思いますね。あ、はい、あのかなり長い時間戦った後でも今の高原もそうですが、あまりこう汗が光ってないですね、ええ。非常にコンディションは良かったと思いますね。あ、そうですか、はい。前半の2失点を除けば、そうしますとこのゲームはほぼ監督さんとして満足と。ええ、この大会の中で一番いいゲームをしたんではないかと思いますね。そうですか、はい、うん、それはまず攻めでは、まあ、4点ありますよ ね、4点ありますけど、その点を取るということもそうですけど、そのボールなしの動きとかですね、はい、まあ、そこまで至るまでの組み立て、はい、やっぱり素晴らしいものがありましたね。私この場面見ていて、いや、 やっぱり少年というか青年だなと思ったんですが、悔しくて泣いてましたね。どのチームもそうですね、みんな涙を流しましたね。そのくらいやっぱりゲームに執着してたんですね。そうですね。高原がこれはベストプレーヤー、もちろんハットトリックしましたし、なるほどね、すぐにボールに向かうしても良かったですね、はい。まあ、今まで、ね、自分のプレーっていうのはねできなかったんで、ね、まあ、ようやく5試合目で納得いくプレーができたかなっていう感じですけど、ね、まあ、アジアチャンピオンになるためにねここまで来たんだ、ね、で、まあ、負けられないんで、ね、まあ、自分がしっかり点取って、まあ、勝ちたいと思います。試合ごとにディフェンスライン良くなってるんで、あとは失点をなくすだけだって言われてるんで、明日は集中して点数取られないように頑張りたいと思います。まあ、優勝っていうか、まあ、とりあえず勝とうと、勝とう、うん、勝ったら優勝という、うん、そういうのがついてくるんで、うん、まあ、とりあえず勝とうという、うん、まあ、それでみんなで気持ちを盛り上げましたけど。さて、いよいよ韓国との決勝戦です。まあ、後になっていろいろ伺いますと、イ・ドンギは、まあ、これがこの大会で初めて日韓戦というものを経験するんだと。そうですね、はい、それだけに胸が高鳴って仕方がなかったというんですが、まあ、日本のこの小野を中心とした選手たちもなんとか今度は勝とうということで意思統一をしたそうですが、清久保さんはどういう指示を与えたんですか。韓国の攻撃はですね、クロスを折り返してそこに飛び込むというのは大きなパターンでしたし、はい、あとはロングボールですね、それに対して その集中した守備、はい、それだけでしたね、はいはい、まあ、そこだけ修正できればと、はいはい、そのロングボールに対する修正、はい、うん、次の世紀きっとこの人たちが日韓宿命の対決の立役者になるんですよね。そうですね、まあ、アジアをリードしていく両チームだと思いますね、はい、そうですね、本当にそうですね。まあ、韓国のパク・チャンスン監督はエースをイ・ドンを引っ込めてたんですね。この時スタートから使ってきませんでしたけど、それは予想できましたね。あ、そうですか。カザフスタンの試合延長、壮絶な試合ありました。そうですね、人を演じたんですね、そこで延長ですけど交代してるんですね、ちょっと足を痛めたのと、はい、多分ですねコンディションが戻ってなかったということで途中からの投入だ、なるほどね、を考えたと思いますね、はい。まあ、ベンチワークばかりがあの後に伝えられたんですが、7番をつけているイ・ジョンスを、まあ、スターティングメンバーで使ってきました。そうです。しかし、あの立ち上がり日本の選手たちの気迫っていうのは韓国を上回ってましたよ ね、 そうですね。この試合本当にスタート
全開でいきましたね。そうですね、はい、これがパク・チャンソン監督、85年のワールドカップ予選でしたよね、この人ね。そうですね、まあ、私と年代が似たとかにすごくやってきましたけど、ね、はい、まあ、彼も非常に気性が激しい、はい、激しいです、選手でした ね。ひよくもさんはあのピッチに入りますと非常に気性が激しくなるんですが、まあ、普段は大変に温厚なおじさまという印象なんですが、あのパクさんっていうのはピッチを離れてもかなり、そうですね、ファイト満々です。そうなんですね、日韓対決はどんなことがあっても絶対に勝たねばならんということをはっきりとおっしゃる方です。全体あの私もこれはあのテレビで見ていたんですが、非常に日本のパフォーマンスが上回ってましたよね。そうですね、立ち上がりの時間帯は非常にいいものを出しましたね、はい、ボールへの執着心もありましたし、はい、プレーの連続性、取られたと早く帰るとかですね、はい、2回追い出すとか、そういうようなプレーが随所に出てましたけどね、はい、なるほど。今のプレーを見て本山に対するあのちょっとレートタックルですよね、そうですね、まあ、韓国の気迫がものすごいっていうのが分かります。この場面もチャージかなと思ったんですが、ノーファールですね。何回もクリアするチャンスがあったんですよね、キム・ウンジョンに先制ゴールを奪われました。やはりこれはあの先ほどのサウジ戦もそうだったんですが、あのディフェンダーが何人かいてもやはりいいポジションから対応しないとはなりますね、立っているだけと。そうですね、うん、立っているだけだと他の選手の次のカバーリングがはっきり出てきませんからね、はい、そういうのがこの大会を通じての課題でしたね。あ、それとこれあの攻撃陣についてはどうでしょうか。あの本山と小野にはかなりマンマークがタイトについたんですか。ついてきましたけど、彼らあのボールなしの動きがうまいことがありましてね、相手の視野から消える動きが非常にうまいんで、はい、必ずこうフリーになれる部分がたくさんありましたね、はい、ですから全体とすれば今のようなラストパスも随分通ってましたよね。彼らは小野に対しては非常に神経過敏になってますけどね、はい、これもね、まあ、キーパーの正面でしたからね。まあ、こういうチャンスは日本の方が多く作り出したんですけどね、はい、やはりこう決定力という分では、はい、やはり韓国の一番上だったかなというのがありますけど、このキム・ヨンデゴールキーパーどうでした。非常に韓国の今までのキーパーの中でも上位にランクされるキーパーだと思いますね。ああ、そうですか、はい、やはり次の時代には韓国のゴールマウスを守りますね。これは間違いないと思いますね、はい、これがイ・ジョンス。やはりあのパク・チャンソン監督にすればどこでイ・ドングを入れるかと、もうそれだけだったと思いますね。なるほど、はい、日本の対策はどうだったんですか。日本もですね、イードンクということよりはですね、はい、相手のそういうロングボールに対しての勝利だけですね。ああ、ここに行きました ね、うん、あとは混戦の中ですね、さっきのゴール前の混戦、はい、その混戦のファーストディフェンダーがいかに重要かということをずっと言い続けましたけ ど、はい、主なイードンクのマーカーというのは置かなかったわけですか。それは置く必要はないと思いましたし、はい、逆に置くことによってスペースが生まれるのが怖かったですね。なるほどね、はい、もちろんそのイドンクはあのボールを持ってない時の動きも素晴らしいですし、はい、例えばイドンクっていうのはまあフランスワールドカップの韓国の代表でもあったんですが、はい、本当に若い世代の中では一番次世代を担うということでは期待あふれるプレイヤーですね、私は韓国のストライカー何人も知ってますし見てきましたけど、はい、彼が一番ではないかという気がしますね、過去のストライカーと比較しても。でも清駒さんはチャブン君のマーカーでもありましたからね、チャブン君は比較的こうあの単調な選手だったんですけど、この20番です、イードン君は今みたいに反転する能力も早いですし、はい、シュートに対する意欲はチャブン君とかですね、歴代のストライカーよりはあるんじゃないかという気がしますね。ああ、そうですか、今チェが少しあの成長が止まってるっていうような、ね、ことも言われてますから、そういう今はチェを抜いてると思いますね。あ、この時点で。そうですか、
これもありません。わずかのズレ。これ惜しかったですね。そうですね。韓国もディフェンスラインはクロスに対する強さあるんですけど、はい、下を攻められた時は弱さを出しましたね。榎本とバックラインのコミュニケーションというのも初めよりいいですね。徐々に解消されてはきましたけど、まだまだそのディフェンスラインが高い位置でですね、はい、相手をコントロールするというところまで行ってなかったですね、はい。まあ、それとどうしてもお伝えしなければいけないのは、これだけ激しい戦いをする中で、もうこの前の時点から同じホテルに泊まっていた日韓両チームの若い少年たちは、選手たちは随分活発な交流を始めていたようですね。非常にそのフレンドリーだったですね。あ、僕もあのバック監督とはよく知ってましたし、はい、よく 話もしましたし、はい、しましたけど、選手たちはそれ以上にですね、交流深めましたね。お互いに英語でコミュニケーションを取っていたようですね。まあ、英語で、片言の英語でみんなよくやってましたね。ああ、そうですか。ですからあのピッチの中のギラギラした闘志と反対に、非常にあの新しい時代の友好の歴史が、まあ、このチェンマイで築かれたというふうにおっしゃる方もいるんですが、ですからプレーは激しいですけど、非常にフェアな試合でしたね。あ、それは嬉しいですね。フェアばっか表に出てはいけないんですけど、はい、負けてしまったんで、はい、しかし非常にフェアな戦いが多かったですね、この日韓においては。あ、そうですか、はい。大ポジションに出ました。今のもイニシアの確保をしましたね。ボールなしの動きがバンドですけど、はい、試合ごとに上手くなってきましたね、はい、彼は。バンドの真骨頂ですね。そうですね。あたりが。バンドの今得点ですけど。はい、彼の一番持ってる裏の飛び出しですね、はい、ディフェンスラインのお返しをしましたね。そうですね、よく今決めましたね。そうですね、稲本の、稲本は結構深いですよね、これ清本さん。そのバンドの特徴をよく知ってるんですね、はい、オフサイドではないですね、完全に後ろから走り出してますから、はい、そうですね、もう本当に最初から狙ってるわけですね、そうですね、はい。キーパーのキムヨンデの右サイド、よく見てますね。よく見てますね。あの足元の速いグラウンダーっていうのはね、一番取りにくいところですね。取りにくいですよね、キーパーね。この辺はまだ集中してたんですね。そうですね。金子が盛んに何かチームメートに声をかけてました、こういうコミュニケーションも取れるようになっていたんですね、試合を追うごとに。そう、私はね、最近フットボールのプレーヤーは J リーグなどでも声を出すのが少し昔に比べて少ないかなっていう、まあ、感じがあるんですが、非常に声がよく出ていました。今のも決定的な場面でしたね。モテマが出したんですね、そうですね、ちょっと力が入りすぎましたね。完全に高原が見てましたね。まあ、彼らしいと言ったら いけないんですが、マイナスの特徴なんですが、もっともっとアイスクールで決めるようなストライカーになった時に彼は表現するんじゃないかと思うんですけど ね。ああいう場所に行ける選手ですからね。そうですね。シュートの確実性、正確性を身につけることですね。そうですね。今記憶も監督おっしゃったように、あのポジションに行ってるわけですからね、しっかりと、まあ、ゴールマウスに叩き込んでほしいと思います。バンド、この攻撃の連携についてはもう少し精度が高まれば、これは記憶も監督言うことないんじゃないんですか。そうですね、本大会までフィニッシュのところですね。ね、ここです。素晴らしいですね。何回もこう作り出しますからね、はい、ゴール前のその爪のところですね、はい、非常にクロスの精度は上がってきましたね、はい、激しいボディーコンタクトチャージ、今のとイメージが違ったんですね。違ったんです、フロントにかけて逆サイドを狙ったんですけどね、はい、フリーキック、榎本の飛び出しもいいんじゃないですか。そうですね、
この試合の中では非常に勇気持ったプレーが多かったですね。そうですね、手島が激しく当たりましたね、あのあたりは清駒監督ご自身も現役の時はすごかったですからね。パクチャンソン監督もすごい力入ってますね、そうですね、後ろへ戻すと思ったんですよね、なるほどね、これ振り向き球、しかし彼のこの強さですね、はい、ゴールに向かう姿勢がすごいですね、180度回転して振り向き球の ね、左足のシュート、彼は本当は右利きですけどね、はい、はい、両方いけますね、アンダーシャツの中には何か教文のようなものがいっぱい書いてありましたけども、あれはチームメイトの寄せ書きだそうですね。あ、そうですか、世界のストライカーになれとか優勝しようという、まあ、チームメイトもそういうことを期待はして、はい、点を取ってくれという祈りだったようですよ。しかし本当にいいロング、いいプレイヤーですね。ここで1点ビハインドですけど、はい、まず私は同点に追いつくチャンスあると思ったんですね、はい、これはダイジェストでご覧をいただいてますが、ずいぶんチャンスありましたよ、高原がこういうところによく入ってきたんですね、最後のワンタッチコントロールがちょっと大きかったですね、はい、最後のフィニッシュのところでちょっと方向間違ったりしてましたけど、はい、ぜひ、まあ、本大会までには精度を磨いてほしいと思います。筑波大の鶴見を使ったんですね。そうですね、一つはこう時間が経っていくパワープレーに切り替えようと思って、ああ、惜しい、あのいいショットですね、本当に惜しい、このが短い時間ですけど相手に脅威を与える仕事をしますから、はい、必殺の左足、わずかにクロスバーの上、稲本ですね、はい、今大会象徴したプレーだと思いますけど、はい、ここからすごいですよね、ロングシュート、長いドリブルからのシュート、なかなか抑えきって打てるもんではないと思うんですけど、はい、ディフェンダーを振り切りました、これはナイスキーパーでしたね、はい、そうですね、金子のヘッドですね、もうロスタイムに入ってからですけど、はい、ここです、もう狙いすましたんですよ、ちょっと力が入ったのかな、ちょっと頭のおでこの上に当たる、ね、ですね、ですから当たった瞬間というのは清駒さんもう2センチぐらいのもんじゃないですか、そうですね、上へね、チャンスです、小野、この辺は韓国の選手さすがだと思いましたね、はい、もう完全に体を張ってきましたが、はい、この辺りはパクチャンソン監督の叱咤激励がすごかったですね、まあ、この瞬間にタイムアップのホイッスル、この悔しいという気持ちをね、清駒さん、はい、ものすごく大事にしてほしいですね。そうですね、まあ、選手は特にそれは思ったと思いますけどね、はい、本大会に臨むにあたって修正すべき点、もっともっと伸ばしたい点、それはどんなところでしょう。やっぱりディフェンスですね、修正しなきゃいけないのは。ディフェンス、ディフェンスラインも含めて、はい、全体のディフェンスですね、まずそれ一つ、はい、まあ、攻撃についてはいいものが出てきましたけど、やはりもっともっとクロスの精度、はあ、やはりフィニッシュの時のゴール前の動きですね、はい、その辺をしっかり修正していくのが世界大会につながっていくと思いますね。数字上では得点18失点10というのが出てますかね、まあ、数字ではこう測れないところがたくさんあると思いますけど、はいはい、守りの中で清駒さんが一番修正しなければならないと思っていらっしゃるのはどんな点ですか。やっぱりファーストディフェンダーですね。ファーストディフェンダーがはっきりその選手を捉まえると、はい、そうするとカバーリングする選手がしっかりそれを見てですね、対応できるというところだと思いますね、はい、この大会でも何回か見られましたよね、ほとんどそういう形でやられてますね。なるほどね、はい、ということはこの若い人たちがチームの中でもっともっと鍛えてほしいということでしょう。清駒英淳監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。